くいちは。こんにちは。何をしていますか。ちょっちょ中がすいた。なにもそんな端っこで食べなくてもリビングっていうのがこっちにあるんですから。お腹が空いちゃったんですね。これからいろいろあるでしょって。はい、長い夜でしょ。長い夜です。今日の夜はどんな予定なんですか。あとこのまま編集。うん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 。ですよね。はい。疲れてませんか。まあちょっと多少は。そうですよね。夜更かしすると肌も荒れますよね。うん、大変ですよね。大変ですよね。ね、こんな夜はしたいことないですか。今ですか。はい。何もしたくないですか。あですよね。はい、だけどね、はい、あ、いいなって思ったものがあったんです。何ですか。サウナ行くよ。今からですか。はい。何だと思ってますか。今は、8時半。はい。はい。いけるよね。いろいろ計算するけど、うん、大丈夫かな。いけるよね。いけるかな、うん、これは提案ではないんですよ。サウナ行かないじゃなくて、サウナ行くよなんです。今からですか。はい。なのであなたに拒否権はない。え、あなたに拒否権はない。どうやって。でも今から行くんですか。あ、もう予約してあります。あれで、で、みんな行こうって、行こうよっていう話です。今からですか。はい。じゃあ、うん、行きましょうか。行きましょうか。まあ、本当ですかよね。なんと、え、嫌なんですか。いや、当然だなと思って。サプライズじゃないですか。ありがとうございます。嬉しいサプライズですね。なんだか嬉しくなさそうですね。嬉しいですよ。サウナって行きたかったです。そうですね。一緒に写る。うん、ちょっと写ってみようかななんて思ってます。子供みたいな声してた。釣りみたいな。ネットにはびこるおっさん。え、大丈夫、ごめんね、みんな怖いよね。怖いよね。すみません。まあでも言ってたじゃん、サウナ行きたいって。うん、でも、うん、私たち一緒にサウナ行ったの何回ですか、人生で。2回？え、2回？2回。あ、そうか、2回か。やっぱりさ、編集とか撮影をしたりとか、うん、お仕事とかしていたら行けないよね。行けない。で、考えてみたの。どうしてって。どうしてって。そしたら、うん、え、YouTube で出せばいけるって思った。うん、撮影に来ちゃえばいいんだよね。頭いいんだろ。うん。うん、そう、だから、動画撮っていいですかって聞いたの。はい。聞いたら、あ、いいよって言ってもらえたんで。いいよって言われたんだ。はい。ありがとうございます。うん、なんで、まあ、行きます。はいはい。ちょっと腕が使いました、すいません。うん、頑張って行きましょうよ。はい。ちょっと楽しみになってきて。え、ですよね。はい。うんうん、やっと行けるなっていう、そうだね、なんかそんなところで、うん、まあ、その後はちょっと怖いなって。はい。寝ちゃいそうで怖いなって。あ、その後ですよね。うん、奮い立たせますよ。そうですよね。少しでもやっぱりリラクゼーション入れるとまた、はい、もしかしたら切り替えできるかもしれないので、根詰めすぎても良くないですね。そうです、そうです、はいはい、うん、じゃあ行きますよ。はい。それでは深夜のサウナに行ってみよう。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 整うぞ。整うぞ。整う、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 大丈夫？整えた方がいいよね。整えた方がいい。さすがに、うん、このまま編集だったりって言ってやってたらもう妖怪になっちゃう、本当に。すごいよね。なんか最近また始まったよね、この妖怪ウィークみたいな。そう、妖怪ウィーク始まってます、皆さん。スカイピースでいうミニマムウィークみたいな感じで妖怪ウィーク始まっちゃってるんで、皆さんも、まあ、無事人間に戻れるように見ててください。なんかここなくね。こっち側なくない。絶壁。はいはい、いいじゃね。行きますよ。はいはいはい。この一応漏れるスポットですから。漏れるスポットですから。ということでご覧ください。ロカザクラスさんですね。麻布十番。麻布十番にあるロカザクラスさんっていうあの素晴らしい、はい、サウナ。はい、サウナ屋さん。サウナ屋さん。撮影ご協力いただいて。ありがとうございます、ね。ありがとうございます。すいません。本当、この方が。はい。ロカさんがね。はい、ロカさんが。ロカしてくれてるよね。はい、あ、サウナハットかぶりません？あ、確かに確かに。ちょっと私の方持ってきてもらっていいですか？はい。
はーい、はーい、一応このプラダさんのこのハット、はい、一応なんか、はい、紙でできてるのかなこれ。地球に優しいです。地球に優しい、足並みにできてますね、はい。コムドットにもらったんですよ。これサウナハットっぽいなって思って、勝手にサウナハットにしてるんですけど、これって本当になんか付録？でもガチで本当わかんなくて、そのおしゃれすぎてわかんないのか、そうそうそう、確かに、そうガチで、そう付録なのかどっちなんですかね。今日はサウナハットとして利用させていただきます。すいません、利用させていただきます。ちょっとお部屋の方を、あ、そうですね、ご紹介って感じで。いいで、あ、じゃあはい、初日ですか。お願いします。はい、まあじゃあご丁寧に入り口からちょっとなんか、はい、まあこれ入り口です。はい。洗面がなんとね、こう岩でできてるっていう。そうですね、はい。なんかこれどっから持ってきた岩なんだろう、うん、そういう疑問もありますが、はい、こっちに行くと、はい、洗面だよ。洗面ね。しかもあのダイソンの、あの、ちょっと分かりますか、ダイソンの掃除機があります。掃除機があって、N.さんの、わ、本当なんやらかんやらがあって、なんかすごいこの櫛も良さそうですね。そうなんですよね、絶対いいじゃんっていう、めっちゃ溶かすよみたいな。そう、めっちゃ溶かすよみたいな。反対側に行くと、あ、同じ部屋だよ。喧嘩してもバラバラでいけるよっていう、そう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 、そういうコンセプトなんでしょうね。そうです、やっぱりあの、衝突は誰にでもありますから、はい、そういう時は分かりたい。こちらですね、はい、やった本番っていうのが、はい、こっちが大シャワー、このハイガルセレブしか使わんだろう。本当だ、一応1日にもあるやつだ。 あるやつですね、あの上から降ってくるね、よくわからないやつね。ドラマティックなことできるやつですね。で、一応女子と男子なのかな。そうなん、女子と男子のシャワーが2つある。すごい、一緒だね。でも女子と男子特に変わりはないっていう感じですね。とこっちを見ると、あ、こっちを見ると美女が1人。運動会に来たママみたいな。メインですよ、メインですよ。サウナといえばサウナですよね。サウナといえばサウナっていうこと。サウナのどうですかみたいな、ちょっと困っちゃうかもしれないんで気をつけてください。はい、いや、あ、もう困りましたね。あ、困りましたか。もうちょっと世界が、はい、よいしょ。そうですね、ちょっとサウナがこうちょっと早めに曇る前にちょっと紹介して、はい、あのロウリュもありました。あ、ロウリュ、ロウリュって何なんですか。シャーってなるんです。あ、岩みたいな。岩に、めっちゃ熱くなるんでね。それで、なんか色を変えられるらしいです。え、あの照明の色見てください。うわ、わかりますか。やったな。何色にしますか。やっぱり女の子だからピルク。ピルク、ピルク、ピルク。あ、ピルクじゃない。あ、ピルク、まあ、ピルク。でもなんかさ、あんまり思った色じゃない。あ、じゃあこんくらい。あ、いいじゃん、いいじゃん。あ、赤。あ、ここだわ。あ、いいじゃん、いいじゃん。すごいね。女の子だから、ピヨコ。ピヨコ。ピヨコに言った。あ、でもいいね。あ、ごめんなさい。目の頃。これね、喧嘩しても大丈夫。喧嘩しても大丈夫。ろ過されてる。あ、ろ過されてるの。うん、この真ん中の石でろ過されてるんだけど、だからろ過なんだよ。あ、そういうこと。ここでもう、見せ所だ。腕の。そうですか。で、こっちベトル。ベトル。どうですか。いいよ、あんた。結構これ、使う目にかぶれるから。うん。プライベートなの。バカンスっぽいよ。いや、これ早く眠りたいの。これ、これ早く眠りたいの。やばい。早く帰ろう。早く帰ろう。待ってまーす。待ってまーす。じゃあ、スタジオお願いします。はい。あ、ここかな。ということで、早速整っていく伊勢止め参りたいと思います。お願いします。暑いですね。暑いですね。伊勢止め、はい、何分やりますかこれ。私だいたい7から10ですね。7から10、はい。9でいきます、ね、9でいきますか。9っていうと、50分まで。50分まで、はい。ロウリュのボタンもあるんですよ、ここ。ほんとだ。20分に1回勝手に出るらしいんですけど、うん、押せるらしいよ。あ、そう、自分の好きなタイミング押して出んの。うん、だから5分ぐらい経ったら遅い。熱っ。なんか余裕だな。今何分経ったんだろうね、これね。これ今、うん、あ、でももうそろそろ5分ぐらいですね。あら、嘘。はい、
私もなんか今日余裕だわ。ちょっとロイより一発かましていいですか。一発かましてかまして、ロイかまして。いきますよ。いきまーす。はい。ポチ。ポチ。あ、なんか明るくなった。うわ、爆熱くなるから、ね。うわ、熱い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 。すごい GoPro が熱くなっております。そうですよね。GoPro もびっくりだね。こんな使われ方すると思ってなかったね。GoPro も。一緒にサウナ入れるなんて。そうですよ。あとよかったね。ね。ね、私たちの元に来てさ、よかったでしょ。男性とはいけないね。まあ心許した男性しか無理だね。そうね。一番可愛くない姿見られちゃう。さあ、って水風呂が近くなってまいりましたよ。あと1分半ぐらい。気合入れてけ。なんかさ、うん、好きな人とサウナとか行けるのかな、みんな。私絶対嫌だ。嫌だよね。うん。だってすっぴんでしょ、うん、でもなんかキモい帽子かぶんなきゃいけないじゃん。なんかおしゃれなやつあるじゃん、たまに。そうそうそう。おしゃれなやつだったらいいんだけど。そう、おしゃれなやつだったらいいの。なんかなんであの形になったんだろうっていう。ね、で、汗だくでしょ、うん、で、水棒で、うーで、楽曲で、好きな人はダメよ。もう伴侶とかと行くべき、ね、そう。はい、10分経ちました。あ、行きます？はい、行っちゃいましょうか。え、なんか余裕すぎて。やばいっすね。ちょっと怖いっすね。うん。じゃあ行きましょうか。なんかちょっとびしょびしょやな。1回目だからかな？いや、かもね。OK、OK。よし、行くぞ。行け行け。え、帽子はこれ脱ぐのか？脱ぐのか？脱ぐのが正解か？オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。大丈夫、大丈夫、大丈夫。待って。あー、それ一番寒いやつだよ。うん、あー、ちょっとごめんなさいね。ごめんなさいよ。すいません、すいません、ごめんなさい。ちょっと、どっから行けばいいんだ。もうちょっとしたらさ、オロポつくんね。うわ、オロポつくろ。忘れてたな。忘れてた。オロポ。オロポ。はい、どうぞ。マジオロポ。オロポって決まり。これさ、ここに置いたら1分だよ。意外とこっちの方がいいよ。顔はこっち向けといてもらう。あなた、ちょっとよ。言わないよ、すごいよな。お腹空いてるの。この後なんか食べるでしょ。食べようよ。やばい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 、楽しみ。ラーメンとか。え、ラーメン。ラーメン、ラーメンだ。ラーメン食べたんか。あー、なんだろうな。いや、そうなんだよね。サクッと食べれるものって言ったらね。いや、何がある。あと、パッと食べてってことだよね。うん、すいません、これとこれとじゃなくて、なんかもうこれって。やってだったら結構やっぱラーメンになるよな、この時間だと。ラーメンする？まあ、ありっちゃいだよな。まあ、昼のラーメン食べてないようなもんだからな。まあ、うちでもガッツリ食ったんだよな。あ、まあ、そこのカフェ行ってもいいよ。あの、もう掘るよ、こっちに。いやー、無理か、怖いよな。人としてみたいなところだよな。うん、これだからYouTuberとかやったらやるの。そうそうそう。待って、考えろ、考えろ。一回考えろ、考えろ。ちゃんと考えろ。じゃあ行くよ。食べ物の種類を。種類。おにぎり。おにぎり。あ、コンビニ？まあコンビニ、最終手段コンビニだよ。コンビニな。うん、最終コンビニ。うん。ただ、好きやとか。あ、あり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 。ありだよな。行くよ、あり。そういうのあった。好きや。そういうのあった。でしょ？うん、そういうのあるかな。あるだろ。まああるだろ。どこにでもあるだろ。好きやんて。かあ、かあ、かあ。はいはいはい。あー、だめ。なんだろう、何が食べたいんだろう、今。わかんねえな。なんか、さっぱり、がっつりみたいな。なんか、さっぱりがっつりだろ。すだい。だから、言ったら、うん、おろし牛丼みたいなこと。ああ、いや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 、そうそうそう。よほよほよほあー、めっちゃうまい、冷麺とか。あ、寿司あり。あー、ちょっと時間かかったよな。まあ、確かにな。さばっと、明日に響くとな。そう。明日だって、7時起きだぞ。やばいよな。ほんで、多分この後編集しなきゃいけないから、多分寝ないで行く。
寝たら終わる。だからそれまでには必ず終わるんだけど、うんうん、あの寝たら終わる時間の気がする。なるほどね。分かる。2時間とか3時間とか、うん、そう。まあ好きやね。好きや。お前もあんの出せよ。俺おにぎり食ったんだぞ。お前も おにぎりもラーメンも行った。はい、いい出した。大事だぜ。はどうしたじゃん。好きよ、しかわしてえな。好きよ、寿司って言ったの。あ、寿司か。じゃあ今イーブンだ。あれ、だから冷麺とか食いてえよな。あ、そう、冷麺食いたい。なあ、分かる分かる。え、うち冷麺って言ったで。だからね、だから拾ってやったんで。拾ってやった。冷麺あり。冷麺あり。でも冷麺屋さんなんかないから。あ、確かに。そう、やっぱ焼肉屋さんみたいな感じになっちゃう。迷惑だしな。迷惑だ。しかも肉食えしな。そう。汚い格好できて。しかも。汚い格好できて。そう、スウェットのとこした。こっちのスウェットできた。どうしよう。朝飯番で行こうとすんな。そうだね。うん、あ、確かにね。うん、でも、もう、とうとう、じゃあ、家の周辺とかだったら、本当に好きやとか、しかないよね。確かにな。マックとかな。うわ、マックか、この時間の。いや、無理。違うよ。絶対違うよ。絶対むくみは明日。うん、いや、何食ってもむくむよ。確かに。まあ、ルイボスって言ってそう。同じこと言おうと思った、今。最近、うちら共通の友達から、うん、朝むくんでたらルイボスティー飲めよって言われて、うん、まんまとそれにハマってます。そう。毎日むくんでるの。毎日むくんでる。あ、てか、じゃあもう一個作っていい今。え、どうかな。じゃあ、自慢でんな。あ、作ってやるよ、お前のために。最近高い声で言うのって聞いてる。
なんか22年間ずっと聞いてる気がするかも。キャーッ、ギリ始まった時聞こえるよな。行ったことある。キャーッ、こういう番ショータイムだろうか。ショータイムになった。36分みたいなとこだな。36分、余裕なんだよな、ちょっと温度が、ね、余裕だよね、非常に非常に余裕。カモス、あー結構熱気になったな。暑い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 違う人の声みたい。そう、あっつーわー、暑い、これ気持ちいいやんな、これ暑いね、暑い暑いね、暑い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 、あ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 、何してんだよ、汗っくんだよ。どんな気持ちか分かんない、これは1階に住んでる人の体験爆発してんだけど、上どうだった、あ、本当だ、全然違うわ、待って、全然違うわ、足上げてでしょ、超熱い、シンクナイズドスイミング、熱っ熱っ、これです、うわ、あ、やめろ、マジでやばい、マジでマジで、でも一緒だからね、不快だよね、いや結局は、うん、でも、もう不快でもないもんね。しょっぱい
うわ、来た。どっちだか分かんない。混ざったやつか。うわ、最悪。DNA が。マジで最悪。うわ、マジで本当に。来たね。DNA。やめろ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 。言うな。やめろ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 。これやばいな。これやばい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 。するやつですね、これミネラル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 ベジタルベジタルベジタルうちらラッパーだからさ、そうそう、言いなくなっちゃうね。よー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 、サウナに来たよ。はい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 、整っちゃったよ。マジでやめろ。怒られる。ちゃったよ。あれ？2枚来ることはない。
整っちゃったよ。よいや。何ちょっとせっかち。あ、ダメだよ。ダメだよ。現場待ってくれないんだってよ。そうでしょ。あれ、ニコちゃん裸？何ですか？こんにちは。こんにちは。急いでください。はい。急いでください。急いでますよ。これワックス？オイル。いやボディハンド用オイル。ちょっと不安だね。なんかそのカバーできるところがさ多いとさ不安だよ。なんかそのわかる。髪は髪専門であってほしいみたいな。そういう説明みたいです。大丈夫なのかなこれ。よし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 。行くぞ。ベストマンもう少しです。もう大丈夫って感じですか、ね、大丈夫って感じですか。はい。ちょっと私半分のまだ乾いてないんですよ。何ですか。半分のまだ全然乾いてなくて。はい。ちょっとなんか乾いぞーって感じで。わかりますわかります。はい。それではこの頭が乾くのを待ちましょう。はい。3時間後全然乾かなくて森って感じなんですよ。わかります。わかりますか。私ももがよく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 。気をつけて。この T シャツさっき買ってまだ一回も着たことなかったんですけど、ここに M って恥ずかしい、恥ずかしいです。ギャップです。ちょっと待って、ラフだね。ラフだね。ラフだ。ラフだじゃないか。ラフだ。ラフだ。じゃあ準備何だろう。見えてますよ。こっちで見えてますよ。大きな方で準備満タンです。イエーイ。整いましたか。はい、整いました。はい。あの、またすごいなんか高級なサウナに今日は、はい、なんか頭ついたんじゃないか。あ、こんな感じでちょっと緊張感じゃったかなって整いすぎて。なんでですか。静かしなさい。本当に整った後なんですから、はい、おとなしくしてください。はい、お願いします。もう帰って寝ますから。はい、寝ませんよ、寝ませんよ。ザックラッサ、ザックラッサ、ザックラッサ、ザックラッサ。ありがとうございました。本当にね、ここよくね、撮っていいよみたいな感じで撮れて、マジで感じはやっぱりいいよね。とんでもない高級でしたね。そう、すいません。見たところないんじゃないかって思った。見たところないんじゃないか。はい、マジで。はい、いいバギーのリースバギーの。あ、ね、ね、なんで同じことをするの。3万だと思うよ。そう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 、うん、気をつけた方がいい。うん、いいね。やっぱ嫌われるよ見てるだけで整ったなっていう方は、はい、チャンネル登録、コメント、グッド評価、うん、なんだっけ、その他か、その他 SNS のフォローもよろしくお願いします。お願いします。それでは売人が昭和州やっぱりバイミンゴ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 何してんの。
何してんの？何よ。もう時間なの。時間なの？何考えてんだろこの人。